今回は波動というお話です。そもそも人間にはなぜ波動があるんだろう。その答えは個性にあります。簡単に言うと、もし人間に波動がなかったら、それは個性がないということなの。波動は個性から生まれるんだよね。明るい個性の人からは明るい波動が出るし、ネガティブ思考の人は暗い波動を出す。と言っても、暗い波動の人だって、明るいことを考えようと思えば、その瞬間から明るい波動を出すことができます。だから、自分は波動が暗いから人生がうまくいかないとか思う必要はないんだ。波動が暗いんだったら、波動が明るくなることを考えたらいい。波動はいつでもあなたの思い一つで変えられるから。でね、すでにお伝えしたように、波動が同じものは引き合うという法則があります。いつも楽しそうにしている人には、楽しい人が集まってくるし、怒りや悲しみといったネガティブな感情で生きている人には、やっぱりネガティブな人が集まってくる。よく、類は友を呼ぶというけれど、それは波動による現象なの。ひとりさんの周りには、自然と楽しい人ばかり集まるんだけど、それはなぜかというと、俺が常に楽しい波動を出しているからです。俺の楽しい波動に共鳴するのは、楽しい人だけなんだ。それと人間だけじゃなく、植物や動物もみんな波動を持っているから、ペットなんかでも自分の波動と近い動物が来てくれるんだよね。要は、お互いの波動に共鳴するシンクロニシティが起きるの。その結果、同時に同じことを考えるとか、同じところに行くとか、偶然の出会いをすることがある。そうやって、自然と同じ波動のものが引き合うようになっているんだ。楽しんだ人だけが成功する。斉藤ひとり著。PHP 研究所より。